い、こんにちは。今日はですね、肩の種目で、自分がね、普段やっているね、アーノルドプレスっぽいプレスですね。はい。まあ、正式な名称はないんですけれども、まあ自分がやっているね、アーノルドプレスをちょっとね、ご紹介したいと思います。で、肩のね、プレス系といえばね、まあ通常、こういったね、ショルダープレス、ダンベルショルダープレスね、これがありますけれども、ダンベルショルダープレスの場合ですと、まあね、それなりにね、工場量を、まあ、扱う種目になるんですよね。ただ、家でね、ダンベルである場合、まあ、これ8キロなんで、ね、全然大丈夫なんですけど、これがまあ、まあ、10回ギリギリできる重量とかなってくると、まあ、自分の場合やっぱ40とかになってくるんですよ。で、40キロだと、こう、スタートポジションからに持っていくね、このタイミングが結構怪我しやすくて、こうちょっとずれると、こんな感じになって、これで僕、二頭よく怪我するんですけど、で、あと、こう限界を終えてから戻すときに、またこの戻すときにね、ちょっとブレてね、ダンベルを落としてしまったりとかね、まあ、床に穴を開けてしまうというね、事態も起こってしまうんですよね。なので、あんまりね、高重量の、ね、ショルダープレスはね、やらないんですよ。で、まあ、それに代わって、アーノルドプレスね。アーノルドプレスの場合ですと、重量をね、まあ、そこそこ抑えた上でね、プレスで、限界を迎えることができるので、それをやるんですけれど、まあ、通常のアーノルドプレスの場合って、まあ、こう、スタートポジション。ここまあ、シートはね、基本直角ぐらいで、はい、座ってですね。で、こう、スタートがね、胸の前に手の甲が外を向くようにね、して構えるんですね。で、これをこうぐるっとこう、開いて回して、ねじりながらこう上にね、これでまたねじって戻す。これね、かの有名なね、アーノルド・シュワちゃんがね、好んで行っていたプレスで、アーノルド・プレスという名前がついてるんですけどね、こう、ひねりを加えてあげるっていうね、こう種目でございます。ただね、これまあ普通のプレスに比べて、このねじりが加わるので、まあ通常ね、肩もこれフロント狙いなんですけれども、まあこのサイド、中央部とかね、こう肩全体を鍛えることができるという、まあ、こう持っていくという過程で、ね、結構いろんな筋肉を使うんですよね。というのは肩全体を鍛えることができる種目としてね、まあ愛用されている種目なんですけれど、まあ自分ちょっとね、あんまりこう、効きがわからないというかね、そんなに効かないんですね。で、なんでかっていうと、この、プレスって、この部分って、重い重量を扱えるんですよ。でも、この、こう戻してから、ここの、にセッティングするまでって、あまり重い重量だときついんですよ。だから、ここのレンジの、重量と、ここのレンジの重量が、なんかこう、合わないんですよね。だからここは結構強い重量で押したいんだけど、ここはもうちょっと軽い重量でやりたいっていうのがあってですね。なんかこの動作全体の、重量配分っていうのがね、あんまりこう自分にとっては合わなくてですね。じゃあまあ軽い重量で回数こなせばいいじゃんってなるんですけど、まあ、プレスなんでね、そこそこ、まあ、重量も扱いたいなっていうのもあるので、まあ、あんまりここで、まあ、それでやっていてもね、それほどこう効いた感じがしないというかね。で、自分はあとこの、結構肩、ここね、痛めたりするので、この動きって、この肩とこの二頭の継ぎ身ですね。この動き結構、二頭を使うんですよ。この二頭のこのね、継ぎ身の部分ね、ここを使うので、あんまりね、ちょっと怪我してる時ってできなかったんですね。で、自分が、それに対してね、やっていたやり方っていうのが、もうここまで戻さないんですよね。で、もうストレッチは効かせるっていうことで、こういって、パラレルぐらいで、こう、ちょっと、体の前の方にこう、下ろしていく感じですね。横にこう、ずっとグッとここ下ろす感じです。じゃあ、ストレッチは効く。通常のショルダープレスだとね、ここまでしか効かないですけど、ここまで下ろして、で、こう、ねじる。こんな感じですね。ここまでやらないですよね。ここがどうしてもなんか二頭使っちゃうんで、
あまり好きじゃないんです。好きじゃないときに痛くてできなかったっていうのがあるんで、で重量もあんまり扱えなくなるので、こんな感じで、こんな感じでやってます。ここから見るとこんな感じですね。重量扱いたいと言いながらね、これ結構しっかり下ろしたらねストレッチかかるのでね、きついんですけどね、はい、まあ、自分はねそんな感じでね、今はやってますね。まあ、通常はねこんな感じですねやるんですけどね、はい、まあね、これも一つのね、やり方としてね、参考にしていただけたらいいなと思います。はい、まあ、やっぱりね、結構長いことトレーニングしてるといろんなとこ怪我しちゃうんですよね。痛くなったりするの でその時その時でね、痛いのにそこを無理してやるとね、まあ、基本悪化しちゃうんでいいこと全くないと思います。なので、ね、痛くない、可動域とかね、まあ、その角度とかね、そういうのを見つけてねやるとね案外やれますね。肘痛いとか肩痛いね、手首痛いとかね、いろいろあると思うんですけどね、案外やることがねできます。では最後にね、ちょっと、はい、通常のね重量でねやりたいと思います。まあ、大体自分このやり方だと20キロぐらいでやりますかね。まあ、ちょっとこれもちょっと肩90分追い込んだ後なので 17.5 でやりますけど、よし、はい、でこうパラレルに構えてグッ、いい感じで肩がパンパンになってきてますね。はい、結構まあこれだと、肘もね、痛めないのと肩もね、それほどね無理なストレッチかからないんですよね。むしろショルダープレスの方がこのままこう 肩のテンションが強いので、あんま深くやりすぎるとね肩痛めちゃうんですけどね、こうある程度こうちょっと前に持ってきて下ろしているので、それほどね、肩を痛めるようなストレッチはね、まあ自分のやり方ではかからないんですけどね、はい、まあまあお試しいただけたらいいなと、こういうやり方もあるというね程度でね、まあ、参考で見てもらったらいいなと思います。はい、では